のしべ島略図のしべは、マダガスカル北部に浮かぶ島、都市。面積312平方キロメートル、人口36,636 36人。アンツラナナ州、ティアナ地域圏に属する。マダガスカル最大のリゾート地であり、フランスをはじめとするヨーロッパ諸国から多くの観光客が訪れる。空から見たのしべ、海から見たのしべのしべとは、マダガスカル語で、 大きな島という意味である。17世紀の初期植民地時代には、アッサダ、または、ノシマニトラとも呼ばれていた。ノシ、ベに最初に定住したのは、サカラバ人である。ついで、アンタンカラナ人やザフィノフォートシー人の小集団がやってきた。現在では、さらに、コモロ人やインド人、アンタンドロイ人も居住している。ノシ、ベが、マダガスカルの歴史に、 初めて登場するのは1824年である。この年、内陸部にあったメリナ王国のラダマ一世がサカラバ人のボイナ王国のとマジュンガを攻略し、生き延びたサカラバ人はのし、べによって抵抗を続けることとしたのである。1837年にボイナ王国最後の女王、強め子の軍が破れ、この地はメリナ領となった。その後フランスの植民地となり、 1960年には独立したマダガスカル共和国の一部となった。また、この地は良好を持つため軍艦の白地としても利用され、1904年には日露戦争のためウラジオストクに向かう途上のロシア帝国のバルチック艦隊が、ここの市、部において3ヶ月ほど停泊している。のしべはマダガスカル島から約8キロメートルの海峡によって隔てられており、 モザンビーク海峡内に位置する。野市部の近くには、野市ニケり、野市コンバ、ノシサカティア、野市道を、のしイランジャなどの島々が浮かび、野市、ベからの日帰り観光地となっている。一等で一市であり、中心地区はエルビル。主産業は観光であり、ビーチリゾート、ダイビング、自然保護区などを楽しむため多くの観光客が訪れ、島内にはリゾートホテルが点在する。 ロコベ自然保護区のクロキツネザルのしべは、熱帯気候で、12月から2月の夏の3ヶ月間、だけはやや湿潤である。最高峰は、ロコベ山で、標高は450メートル。関心予に形成された火山島であり、島内には11のカルデラ湖があるが、有史以来火山活動は記録されていない、地下山である。島には、世界最小のカエルやカメレオンが生息しており、 マダガスカルに5つある原生保護区の一つとして、ロコベ原生自然保護区が設置されている。ファシン空港島にはファシン空港があり、首都アンタナナリボのほか、国際便も就航する。マダガスカル航空やエアイタリーが就航している。船はエルビルより出港しており、本島側のアンキフィー村に連絡している。週刊朝日百貨世界の地理108。 モザンビークマダガスカルコモロモーリシャスセーシェル朝日新聞社昭和60年11月17日 P11 から220ノー、no、g BE グローバルバルコネザムプログラムスミソニアンインスティチューション2011年1月16日閲覧ありがとうございます